前島は、海上自衛隊の総海艇。宇和島型総海艇の4番艇。艇名は前島に由来する。旧海軍平島型付設艇、前島に続き、日本の艦艇としては2代目。前島は、平成3年度計画総海艇375号艇として、日立造船神奈川工場で1992年6月1日に、寄港され。 1993年6月10日に、浸水。1993年12月15日に、収益し、第2総解体軍、第22二二総解体に編入され、横須賀に配備された。1997年3月19日、対番号の改正により、第22二二総解体が第2総解体に解消。1999年5月13日、 佐世保地方隊下関基地隊第43総会隊に編成がえ。2009年3月6日舞鶴地方隊第44総会隊に編成がえ。2010年3月15日平成20年度延古募集で機体数の4倍以上の成果を上げたことにより海上幕僚幹部から2級症状を授与された。2011年3月11日発生した 東日本大震災の災害派遣に参加。2013年3月21日、総会完成定に種別変更され、戦績番号が MCL-729 に変更。所属も総会大軍第101総会大に編成外となり、定傾向が悪れに転籍。2017年3月27日、除籍。23年9ヶ月にわたる、 収益期間中の走行開時数は3万2000時間、走行程は約23万5000回りであった。ありがとうございます。